こっちの部屋は広いな。一緒か。ほぼ一緒。あんま変わんないか。あ、ここは広いね。ちょっと広い。あ、ここだけ広いのか。ん？違う？ほら。え、これ、この長方形から正方形に違う。ここ。え、でもちょっとそっちが広い。え、全然あの木のスペースが広い。うん、このスペースがこっちの方が全然広い。ほら。ほら。どっちもいいけど。俺もこっちでいいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあこっちとるわ。じゃあもう勝手に多分部屋戻るから、 あのね、終わったぞみたいな、落ち着いたぞみたいな、トントンってくれば大丈夫。もう部屋に戻ってるから。やばいなこれ。こんな、でもさっき俺あっちの部屋旅立ってたからな、こっちの部屋見えるのはいいのかもしれない。結構新鮮で広いな、マジで。あとこれあれだ、水分吸い取ってくる石のやつだ、これ。ちょっと金かけるやつだ。でもそれ前の開発でも言ったか。ちょっと脱ぎ回す、吉田が。気をつけないと、ここじゃねえかな。世間もう慣れしちゃったからな。でも俺すげえ叫んでたけど、聞こえなかったんだな、一つ。吉田静かだなとか言われちゃったの、逆に。どうしたらいいんだよ、吉田は。どうしたらいいの？歯ブラシがないのはまあ困っちゃうけど、しょうがないよな、そればかりは。あとはちょっとドライヤー使えるみたいだから、ちょっと30分間ぐらいでドライヤー起動させよう。乾燥機はもう使う必要なさそうだ。これをオンにして、どうしたっけ、これバカみたいだけど、これがウェーブをオッて、こう乾かす、すごい勢いで乾かす。多分熱くなる、すごいやばい。はい、どうも。シャワーを見ましたよ。いや、いいシャワーだった。しかもシャワーやってないやん、ね、さっきのあのスーパードライヤーシステムでズボンの裾を乾かしたら、なんと裾が全部回復した。もう乾燥機入れる必要なくなった。100円得した。ちょっと裾をね、さっき温泉入っちゃい、突っ込んじゃったらいいね。海でね、このバシャーンってやったからね、汚れがやばいかなと思ったんでね、もう一回ちょっとね、一回わざとね、濡らしてね、バタバタしてね、でね、風呂入ってる間は、風呂じゃない、シャワー浴びてる間はね、タオルを差し込ませてね、遠くからね、熱風当ててたらね、割と乾いたね。で、今、着替えてる間に、あの、また、あの、タオル抜いて、直接ドライヤーボーってやったらね、全回復いたしました。やったぜ、ゴリアした。吉田君は、ピチピチな気分で、あの明日の企画に臨めるぜ。明日もビシビシかと思ったよ俺。あさ、靴持ってきて、靴も温めるだけ、これやらかした。まあ一回今日精一杯過ごしていればなんとかなるか。でも靴下さ、俺の厚手の靴下だからいけると思うんだよな、ワンちゃん乾くと思うんだよ、あの今日寝てる間に。さっき、あ、じゃあ、じゃあ、やな、靴下厚手だから、さして変わんねえと思うし、なんせさっき靴ちょっと乾いてたし、夜寝たら多分乾くと思うんだよね。そういう感じ。ブランケットいらねえかな。一応便利じゃ、俺布団ちょっとお腹にかけて寝るようにしてるから、お腹痛くなっちゃうからね。だから、ブランケット一応借りようかな。でこのウルトラライトダウンを俺持ってるから、ウルトラライトダウンを毛布代わりにかければいいかもしれない。暑いから、暑いけどちょっと。あの、お腹だけ守る。それで。いいかも。吉田君、あと頭を。あんま GoPro の充電がないんでね。もしかしたら途中切れたらごめんなさい。早く戻る。だから。よし、
ってることできたからさ、だけどこれであれ固定できたわ。さっきずっとさこっちのタイプでやってたからさ、これだったら余裕だったわ。置くのやらかしたわ。まあいいや、結果乾いたから。最初のなんか3分間ぐらい無駄なとか。いやーいいね最高。俺すごいシャワーでシャワー室でくっちゃばってるおじさんだな、お兄さんだな。まあいつもそうなっちゃうんだけど、僕は防音じゃないからちょっと不安。星野先に帰ってて俺の部屋ずっとどんどんやって笑っちゃうね。朝起きた時にあれやもんな、あの寝癖とかついたらシャワー室に急にふいって入って、体じゃない頭だけちょっと濡らしてドライヤーに乾かして頭セットできる。あのシャワー室のロッカーキシャワーキー借りる必要ないからね。毎回350円かかんないしタダだし、超相当やばいよこれ多分。じゃあ一緒に帰りましょう。さようなら。ちゃんと片付けよう。すいません、こっち。あとこれもちょっと。よいしょ。これ大丈夫かな、これで。大丈夫かな。あと、ちょっと、もうちょっと押しに行こうか。中見えるか、もう一回。同じだけど、こんな感じ。これ、あの、ボディーソープとシャンプー。あと鏡と、いつも通りの設計。願いましたぜ。よしよし。スイッチを充電してから、スイッチ充電か。ディングアウト。